ニフェジピン。ニフェジピンは、強心症、高血圧、霊能現象、早産の際に用いられる、血管拡張薬の一つである、系のカルシウム喫抗薬に分類される、の治療に採用される、重症の治療にも使用できる、早期陣痛に使用すると、ステロイドをより長時間使用でき、この肺の状態を改善し、 母体を高度医療施設に搬送する時間を稼ぐことができる。早っぱなしナンカプセル剤、除法状、複合状がある。商品名アダラート。開発コード米 A1040。一般的な副作用としては、頭痛、倦怠感、下肢主張、外装、息切れがある。重篤な副作用として、低血圧、心不全などが起こる。妊婦を対象とした研究は、 十分にはされていない。授乳符への投与は推奨されない。ニフェジピンは1966年にドイツで発見された。米国では1981年に承認された。日本では1976年に強心症治療薬として発売され、1985年に高血圧治療薬として認可され、除法、早っぱなし複合上は1998年に 発売された。風筆水薬品モデルリストに収載されている。承認されている効能、効果は、本体性高血圧症、人性高血圧症、狭心症、異形狭心症である。長期にわたる、高血圧及び狭心症に適応を持つ。高血圧の治療ガイドラインでは一般に、利尿薬や ACE 阻害薬が好まれるが、55歳以上の患者並びに、 アフリカ系アメリカ人の患者には、シアジド系リ薬とカルシウム拮抗薬の併用が第一選択とされている。ニフェジピンゼッカ投与は以前はの治療に用いられていた。モノアミン酸化酵素阻害薬を、服用患者の症候的、または実測知的高血圧クリーゼに多く、処方されていた時期があるが、危険性が認識されるようになってからは、使用されていない。 ニフェジピンゼッカ投与は、末梢血管を拡張させて、血圧を低下させる。こうして低下した血圧は反射製品脈や、血管床での若干の凍結現象を起す。脳拒血発作や、脳梗塞、心筋梗塞、完全防止ブロック、死亡といったニフェジピンゼッカ投与の有害事象が多数、医学誌に投稿された。米国 FDA は1995年に、 高血圧緊急症に対するニフェジピン舌下投与の有効性に関するあらゆるデータを検討し安全性、有効性の両面の理由で舌下投与を避けるべきであると結論付けた。例外として脊髄損傷におけるに関連した高血圧症の治療については使用が了解されている。ニフェジピンはとして頻繁に用いられる。国乱共同計画は 硫酸マグネシウムやベータ社薬などと同様に副作用が少ないと結論した。との直接比較は実施されていない。霊能現象の治療にニフェジピンがしばしば使用される。2005年のメタアナリシスでは若干の使用利益、重篤な発作を33%減少し、1週間あたりの 発作回数を2.8から5回減少させたが、認められたが、メタアナリシスの対象となった研究は、総じてニフェジピンの容量が少量であったとされた。劣行に対するニフェジピンは、硝酸塩の局所投与と同様に有効であることが、示された。ニフェジピンは、高酸病であるの治療薬としても用いられる。その他、悪性腫瘍や、破傷風を原因とする痛みを伴う、 食道痙攣の治療や、肺高血圧の患者の一部にも用いられる。ニフェジピンは、下記の患者には禁忌とされている。添付文書に記載されている重大な副作用は、抗皮症、白脱性皮膚炎、無下流休症、血小板減少、ショック、意識障害、肝機能障害、横断である。発現率はいずれも0.1%未満である。 ニフェジピンは速やかに血圧を低下させるので患者は投与初期にめまいや疑似発作を経験することが多い。反射性に頻脈が発生することがある。これらの副作用は除胞剤では少ない。より新しい除胞剤、カストロー、インテスティネルセラピューティックシステム、ギッツを用いて血圧に対する効果を検証するインサイト臨床試験や 強心症に対するアクション床試験が実施されている。ニフェジピン除砲剤は空腹時に服用すべきであり、グレープフルーツやそのジュースは、ニフェジピンの血中濃度を上昇させるので特に、避けるべきである。その基準はいくつか考えられており、その中には、サイプ 3A4 の阻害、活性低下がある。多くの人々が事故、または故意による、 ニフェジピン化量投与で毒性を経験している。毒性は、蛍光投与でも非蛍光投与でも発生する。症状としては、無気力、除脈、血糖低下、意識消失が知られている。入院患者の診断のため、または、法医学での検視のために、血中濃度を測定することができる。血中濃度は、通常液体クロマトグラフィー、または、ガスクロマトグラフィーで測定される。 測定可能範囲は通常100から 1000GL である。ニフェジピンはカルシウムキッー剤であり、細胞膜上に存在する電位依存性カルシウムチャンネルを遮断して、細胞外から血管ひら目筋の細胞内への CA の流入を減少させることにより高圧作用を示す。当初はの阻害薬として発見された。 ニフェジピンの臨床試験の多くは1970年代前半に実施された。ニフェジピンなどのカルシウム喫抗薬の使用量は1995年の臨床試験でニフェジピンを服用した虚血性心疾患患者の死亡率が増加したことで激減した。この臨床試験はメタアナリシスであり、主として短時間作用型のニフェジピン製剤、血圧を大きく変動させるが、 多量 80mg 日以上に用いられていた。いずれも蛍光投与する製剤であり、カプセル 5mg 10mg L 上 10mg 20mg CR 上 10mg 20mg 40mg がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。